こんにちは、レトスノーです。今回なんですけれども、不動産取得税の2回目の動画になります。今回は税率と免税店と住宅に関する課税標準の特例、この3つを解説していきます。で、まず税率なんですけれども、大きく分けて住宅と非住宅、住宅じゃない家屋ですね。あと土地、この3つに分けて考えます。まず土地については税率は 3% になります。で、住宅ですね。人が住む家です。戸建て住宅とかアパートとかです。人が住むアパートですね。これについては税率は 3%。不動産取得税の税率は 3%。一方で、建物でも住宅じゃない建物。これについては 4% なんですよ。商業ビルだったり、店舗だったり。これは 4% になります。だから、この住宅ではない家屋、だけ 4% で、それ以外の住宅だったり土地については 3% なんだというふうに覚えておきましょう。で、続いて免税店ですね。免税店って何かっていうと、課税標準が免税店未満の場合課税されませんよっていう話です。これちょっと具体で出しますね。土地の場合だと課税標準が10万円未満だった場合は、この場合はもう不動産取得税は課税されません。つまり不動産取得税ゼロ、免除というふうな形になります。で、前回の動画でもお伝えしたんですけども、課税標準っていうのは固定資産課税台帳価格に記載されている価格なんですね。つまり評価額なんですよ。評価証明書、役所に行ったら取れる評価証明書に記載されている価格、これが10万円未満だったら、その土地を取得したとしても、不動産取得税は課されませんよ。課税されませんよ。0円ですよ。税金0ってことですね。不動産取得税の税金は0円です。といった意味合いです。で、続いて、家屋なんですけども、これ家屋はですね、建築による場合、つまり、まあ、自分自身で新築した場合、これと建築によらない場合、これによって分けるんですよ。つまり自分自身が新築して取得した場合、まあこれは自分が建てるってわけじゃないですよ。請負契約をして建築会社に建ててもらった。まあこれも建築による取得なんですよ。この場合は1戸当たり23万円。これが免税店なので23万円未満だった場合は課税されません。まあ通常1戸建て建てちゃうと、この23万円よりも全然上なので、まあありえないんですけども、例えば倉庫とか、まあちっちゃな倉庫とかを作る場合は、これ免税店未満になるといった場合ありますね。その場合は不動産取得税課されませんよって話ですね。また、建築によらない取得の場合、これは例えば売買で取得したとか、贈与によって取得したとか、まあそういった場合ですね。そういった場合は、課税標準が12万円未満の場合、この場合は課税されませんということです。これはですね、覚えなければいけない数字なので覚えてしまいましょう。で、続いて、住宅に関する課税標準の特例。ここ、住宅って書いてあります。住宅です。非住宅、ビルとか店舗とかはこれ関係ありません。あくまでも人が住む住宅、人が住む家屋ですね。これに関する課税標準は、一定の額だけ控除する。控除っていうのは差し引くことができます。これは新築住宅と中古住宅、まあ既存住宅っていう言い方するんですけども、この二つは分けて考えます。なぜ分けるかっていうと、要件だったり控除額が変わってくるから分けるんですね。まず、新築住宅についてなんですけども、新築住宅を取得する場合、課税標準っていうのは、不動産の価格からも1200万円引くことができます。この不動産の価格っていうのは、まあ、通常の課税標準ですよね。固定資産課税台帳に登録されている価格、今言った評価証明書に記載されている価格です。評価額。ここから1200万円を引くことができますよっていう話です。通常はこの不動産の価格が課税標準なんですね。しかし、この住宅に関する特例を適用すると、ここから1200万円を差し引いて課税標準にすることができるよっていう話なんです。この特例を適用できる要件っていうのは何なのかっていうと、こちらですね。まず新築からいきます。新築については床面積が
50平米以上、240平米以下の場合です。ただし、一戸建て以外の賃貸住宅、まあ、例えばアパートですね。賃貸するためのアパート、例えば不動産投資で賃貸アパートを建築したといった場合です。そういった場合っていうのは、40平米以上を240平米以下。これっていうのは一つの部屋ですよ。一つの部屋が40平米以上を240平米以下であれば OK ですよっていう話です。で、新築の場合っていうのは法人が取得する場合、つまり法人が新築する場合も OK なんです。例えば法人が従業員が住む社宅として使うために新築したとかっていう場合も OK です。また賃貸の場合も OK なんですね。まあ社宅だったら賃貸ですよね。その場合も OK。また、はじめにもお伝えした通り、個人が投資用のアパートとして建築するといった場合も OK ですし、また個人が親族が住むために新築するっていう場合も、これ OK です。で、控除額っていうのは1200万円なんですね。で、続いて、中古住宅、既存住宅の場合、どんな要件があるかっていうと、50平米以上、240平米以下、この床面積の要件は一緒です。ただし、賃貸住宅っていうのはこれ2番目の要件で外れてくるんですよ。だからこの40平米以上を240平米以下っていうのは要件として含まれてこないんですね。これは2つ目の要件で関係してきます。中古の場合っていうのは個人が自分が住むためのため、自分が使用するためじゃないと特例適用されないんですよ。つまり法人ダメって話ですね。また賃貸住宅もダメ。っていう話です。あくまでも自分が住むための住宅を購入した場合、贈与を受けた場合、まあこういった場合特例が適用されるよって話です。で、しかもその建物っていうのは一定の耐震基準を満たす必要があります。まあこれはもうそのまま覚えていただく感じです。で、控除額については新築された時期によって異なってくるんですね。最大は1200万円なんですけども、古くなればなるほど、この控除額が減っていくっていう話です。まあ、これが住宅に関する課税標準の特例ですね。ちょっと一つ具体例を出すと、例えば、不動産の価格が2000万円。この不動産の価格っていうのは先ほど言った通り、固定資産課税台帳に登録されている価格ですよ。実際に購入した価格ではありません。実際に購入した価格が建物3000万円だったとしても、この不動産の価格、登録価格が2000万円っていうのであれば、それは2000万円です。そこから1200万円控除できますね。1200万円控除した800万円が課税標準になる。で、この800万円に対して、今回住宅だから 3% の税率をかける。そうすると、8×3=24、24万円が不動産取得税になるんだよ。この税金を納めるんだよ。と。まあ、いった内容ですね。まあ、これが具体例になります。まあ、今回の内容も全て重要な内容なんで、ぜひですね、何回か動画見ていただいて頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。